これは賭けだ。自分を信じる以上にチームメイトを信じる必要がある。俺が人事を尽くすだけでは足りない。だが不安はない。このチームに人事を尽くしていない者などいない。ボールを持ってないのにシュートモーションに入った。こいつら何をやっている。まさか。空中で取ってそのままスリー。ありえんのかそれ。よっしゃ。確かにあの高さならたとえ先が見えてもカットできない。だが難しいとかそういうレベルの話じゃないぞ今のは。決めた緑間も当然すごいが、それだけじゃない。緑間が構えた位置にドンピシャでパスを入れるなんて信じられない正確さだ。こんなの今までの緑マッチだったら考えられないっすね。緑マッチは本来絶対の自信を持ったシュートしか打とうとしないっす。けど今のはパスがどんなに正確でも通常のシュートよりやはり精度は落ちる。いくらアカシッチに勝つためでも外れることを覚悟したシュートを打つなんてよっぽどチームメイトを信頼してねえとしないはずっすよ。リバウンド！うっさん、この終盤でまた行かずリバウンドしやがる。大したスタミナだぜ。